構図家の皆さんごきげんよう、ジュネです。このチャンネルは様々なカルチャーの縦糸を構図の横糸で繋いでいく永遠の構図家の皆さんのためのチャンネルです。今日はですね、ジャケットの女の子が超可愛いというただ安易な理由だけで見始めたアニメがですね、結構面白かったので、ぜひその作品構図家の皆さんにもシェアしたいなと思って動画を撮っているんですけど、その私がジャケットホイホイされたアニメがこちら。アーミテージ・ザ・サードです。こちらですね、1995年に発売された OVA 作品で、ジャンルとしてはいわゆるサイバーパンクものになります。まあ話はね、結構単純なんですけど、SF とかサイバーパンクの美味しい要素っていうのをギュッと詰まっててですね、俺得の大洪水。今日はそんなアーミテージ・ザ・サードの魅力をたっぷりお伝えしたいと思っておりますので、ぜひ最後までご覧いただければ嬉しいです。それでは、レッツゴー!ではまずちょっと簡単に作品の概要からご紹介したいなと思うんですけど、先ほどこの作品 OVA 作品と言ったと思うんですけど、この間紹介したヴァンパイアハンター D ですね、同じ OVA 作品、この紹介した時にですね、OVA って何?言われてですね、ご存知ない方にちょっと OVA の説明をちょっと簡単にしておきたいんですけど、OVA とはオリジナルビデオアニメーションの略でして、テレビとか劇場では放映されない、主に VHS などのビデオテープ媒体で発売あるいはレンタルされた、作品のことを指します。で、ビデオテープって下手したら、21世紀生まれのすごい若い方とかです、ご存知ないかもしれないんですけど、まあその今の DVD というものが出る前に使われていた映像を記録する媒体というふうに思っていただいたらいいと思います。私が幼稚園ぐらいの時までギリあった。で、世界で初めて発売された OVA は、広角機動隊やうるせえ奴らなどで有名な押井守が監督したクロスだと言われています。これをきっかけにですね、80年代後半から90年代前半にかけて、OVA という方法でアニメを作って発表するっていうことがすごい大流行したんですね。で、なんで OVA が流行ったのって理由なんですけど、まず一つはですね、放送枠の縛りがなかったっていうことが挙げられるんですね。例えばテレビだと、ワンクール十数話をそれぞれ30分ずつ何ヶ月連続で作れ、みたいな縛りがあるわけですが、OVA にはそうした枠組みがないので、まあ1話あたりのその時間の尺だとか、まあ何話で完結させるか、そういった制約がなくて自由なんですね。さらに2つ目はですね、倫理コードの縛りがかなり緩いということですね。今現在だと、こう、ちょっとグロかったり、ちょっとエッチだったりするアニメって深夜放送になるじゃないですか。でも昔はその深夜にアニメを放送するっていうその深夜アニメっていう文化がなかったんですね。なのでまあテレビアニメっていうのはですね、ある程度その倫理コードっていうのを気にして作る必要があるんですけど、テレビで流さない OVA だったら、その辺が割とこう自由に表現できたんですね。だから反対に1990年代後半以降、深夜アニメという文化が登場すると、OVA という手法を衰退していくことになります。で、まあ、アーミテージ・ザ・サードもですね、テレビでは放映されていなくって、そういう OVA 形式で1995年に、まあ、発売されたり、レンタルされたアニメ作品ということになります。本編はですね、OVA で作られた全4話ですね。で、1996年には、アーミテージ・ザ・サード、ポーリー・マトリックスという作品が劇場で公開されてるんですけど、これはですね、海外向けに全編をこう、英語吹き替えして再編集した内容になりますので、内容としてはもう本編とほぼ一緒なんですね。で、2001年には、アーミテージ・デュアル・マトリックスというタイトルで、もう一つ劇場版が作られていて、これが本編の続編になっています。なのでまあストーリーとしては OVA の全4話とアーミテージ・デュアル・マトリックスがまあ一例の物語という感じになっています。監督は越智弘之さんですね。彼80年代からアニメーターとして活躍していて、最近だと例えば魔法科高校の劣等生とかグランブルに作画監督や絵コンテとして参加されていますね。実はこのアーミテージ・ザ・サード、この越智弘之監督のデビュー作なんです。でね、彼のね、これがね、もうむっちゃくちゃやばいんですよね。まあ本編のストーリーどういう内容かっていうのをちょっとまあ説明したいと思うんですけど、舞台はロボット技術が発達した火星です。この火星ではこうあらゆる仕事にですね、愛玩的なビジュアルをしたセカンドと呼ばれるロボットが従事しているんですけど、一方で人間から仕事を奪うなというふうにですね、ロボット反対運動も起こったりしています。そんな火星に地球からやってきたロス・シリバスという男性は、火星警察 MPD、これ、Red Police Department の略らしいんですけど、ナオミ・アーミテージという女性刑事とタッグを組んで、とある事件を解明していくことになります。この事件というのがですね、巷に溢れているセカンドロボットの中にですね、何者かによって非合法に作られた、サードと呼ばれるロボットが混ざっているらしいということで、まあ非合法なロボットですので、シリバスとアーミテージは刑事として、サードタイプロボットの駆逐と背後にある黒幕を追っていくことになります。そうして事件を追ううちに分かってきたことがですね、このサードタイプロボット、それまでのセコンドタイプと違って、見た目がほとんど人間と一緒、人間と同じ感情を持っている、さらに妊娠ができる、というヤバ機能を搭載しまくったロボットだったんですね。そしてなんとこの土着そ可愛いナオミ・アーミテージもですね、人間だと思ってたら実はサードロボットだったということがもう序盤で判明してしまいます。で、なんでサードタイプロボットにこんな機能が搭載されてたのっていう話なんですけど、
家には火星の出生率の低さっていうのがありました。だから子供を産めて、かつ子育てに必要な感情システムみたいなのがサードタイプには搭載されていたんですね。どうやらここには火星政府の思惑もあったようで、火星にはなかなか赤ん坊が生まれないので、まあその人口補充でですね、地球から迎え入れるしかないんですけど、それだといつまで経っても火星生まれ火星育ちの純粋な火星人っていうアイデンティティが確立しないと。まあつまりちょっと難しい言葉で言えば、その火星のナショナリズムみたいなものを政府は確立させたかったっていうちょっと裏事情もあったんですけど、ここにですね、地球側が介入してきます。アイデンティティ、ナショナリズムを確立させて、国家として独立したい火星に対して、地球はあくまでこれまで通り火星を従属国にしておきたいんですね。で、地球側はですね、妊娠できるサードタイプは女性の尊厳を奪うとか、なんだかこうフェミニズム的なですね、こう綺麗事を言って、国家ぐるみでサードタイプのアンドロイドの駆逐にかかってくるんですね。果たしてこの殺される対象になってしまった鬼川アンドロイドアーミテージは生き残ることができるのか、そしてシリバスは人間側につくのか、アーミテージ側につくのか、という感じでシリバスとアーミテージは人間とアンドロイドの戦いに巻き込まれていくんですが、ブレードランナーだよね。なんかね、ごちゃごちゃストーリー説明しましたけど、これ全部で4話しかないんで、話は結構単純だし、展開もすごいベタで、ぶっちゃけね、筋書きはかなりブレードランナーに似てるんですね。ブレードランナーって人間のために生み出されたレプリカントという、見た目も心も人間と変わらないアンドロイドが、人間の都合で殺されて駆逐されてしまうと。今はそのレプリカントのね、なんで俺たちを作ったんだみたいな、こう存在意義の叫びみたいなのが、こうなかなか胸に刺さる話だと思うんですけど、そういえばロイバッティ役のルドガー・ハウは去年亡くなりましたよね。でも、アーミテージ・サードもですね、テーマ性は結構ブレードランナーと一緒で、そのアンドロイドのアイデンティティのありかみたいなのがこうテーマなんですよね。しかも2017年にブレードランナーの続編のブレードランナー2049って公開されたじゃないですか。あそこでレプリカンドであるはずのレイチェルがまさかの出産したみたいな話がなんか付け加えられていて、そこもまあ偶然の一致というかなんというかという感じですよね。レプリカントイコールサードタイプ説。まあパクリパクられとかいう話では決してなくて、ロボットと人間の共存っていうテーマで書くと、結局こういう風にストーリーとか設定っていうのがですね、まあちょっと似たり寄ったりになったりということはまあよくあることなので、そうしたブレードランナーみたいな世界観だとか、まあその人間とアンドロイドの共存戦いみたいなテーマがすごい好きな人にはですね、アーミテージ・サードもきっと気に入っていただけるアニメなんじゃないかなと思います。で、ちなみにここで、サイバーパンクってなんだよって方に簡単に説明しておくと、その SF の一種って思ってもらったらまあ問題ないかなと思います。ただその SF の中でもサイバーパンクの特徴っていうのはですね、ドラえもんみたいなこうタヌキとメガネが共存する非現実的な未来ではなくって、もっとリアルなんですね、数十年後数百年後にはもしかしたらあるかもしれない、そういう現実性を持った近未来を描くっていうところがポイントなんですね。で、なんでサイバーパンクでは描く未来にその現実性、リアル性みたいなのが重要視されてるかって話なんですけど、それはですね、このジャンルがパンク、つまり社会や体制に対する反発、カウンター精神だとか葛藤みたいなものですね。そういったものを描くジャンルだからだそうです。例えばすごい有名なサイバーパンク作品で言えば、その広角機動隊とか挙げられますけど、主人公の草薙素子は脳を除いた全ての体を擬態化、つまりサイボーグ化してるんですけど、彼女のですね、果たして自分は人間なのか、それともロボットなのか、というなんかこう自問自答みたいなのがたびたび描かれたりするんですよね。まあこれはですね、その擬態化、全身サイボーグ化みたいな技術が発達した未来社会だからこそ、まあ起こった葛藤ではあるんですけど、それを描くことで、今現在の我々へも、自分を自分たらしめるものって本当は何なのか、という問題提起にもなってるんですね。まあこうしたですね、サイボーグとかアンドロイド、あとコンピューターみたいな電脳空間みたいな、そうした SF 的要素にプラスして、未来への継承、あるいは現代社会への遠回しな批判、そういったパンクなテーマ性を持った作品をサイバーパンクとジャンル分けすることがあります。さっき、俺得の大洪水とか言ってましたけど、アーミテージ・ザ・サードって、こう、いろんな SF 作品とか、サイバーパンク作品にこう、散在してる、あー、これかっこいいよね、これ痺れるみたいなあらゆる SF のエモ要素が、ぎゅーっとたっぷり詰まってるんですよ。最後までチョコたっぷりなんですよ。そんな個人的エモポイントを一気をご紹介したいと思います。まず一つ目はですね、アーミテージ・ザ・サードね、背景が良すぎるんですよね。火星の街って高層ビルが下からも上からも生えてるんですよね。まあ、重力どないなってんねんって感じなんですけど、で、私この風景見てテンション上がった時に、なんかこの興奮知ってんなってなったんですけど、気がついたわ。エヴァに出てくるジオフロントの天井都市だわ。エヴァの第三新東京市ファンの皆様、朗報です。その興奮、アービディーザサードにもあります。地上というか上から見るとこういう風になってるみたいですね。ほぼほぼ地下にこう大都市が作られてる感じみたいですね。あとこの上にモノレールみたいな電車が走っていて、こうネオンがまばゆい繁華街とかもなかなかいいですよね。なんかね、この世界アップル社が席巻してんのかな？すっごいアップル社のリンゴマーク出てくるんですよ。ちなみに私は Windows 派。アンパークものには外せない電脳空間みたいなものも出てきます。
これなんかこうあんまり電子っぽくないというかちょっとアナログっぽいのがまたアーミテージの電脳空間はオツなんですよね。それにしてもなんで電脳空間の女はみんな服が消失するんですかね。で、火星はロボット技術が発達しているので、セーラームーンもとい火星フロボとか、ロボコップもとい警察ロボとか、いろんなロボとか出てくるんですけど、あ、ちなみに先ほどサードタイプは妊娠できるアンドロイドだっていうふうにご説明しましたけど、まあなのでサードタイプはほとんど女性の形をしてるんですけど、一体だけショタロイドもいるよ。まあまあそんないろんなロボットたちの中でですね、アーミテージたちを追いかけてくる戦闘マシーンが出てくるんですけど、立ちコマじゃね？あとね、終盤ね、アーミテージのもう超かっこいい戦闘シーンがあるんですけど、女の子に戦うための羽生えてるってめっちゃエモくないですか？最終兵器彼女みたいな。一方のシリバスはですね、この大きなロボットに乗って戦うんですけど、でかいメカと小さい女性のタッグって定番ものですよね。ちょっとアップルシードとか思い出しましたよね、これ。それからあと、ちょっと SF 的要素とは全然関係ないんですけど、警察に駆けつかれる前にサードの存在を抹殺しようとする悪役が出てくるんですけど、このダンクロードという名前の悪役ですね、声優がバイキンマンの声を当ててる中尾流星さんなんですね。マジでバイキンマンにしか聞こえないんですよ。もうね、超味があるっていうかね、もう味しかないキャラなので、ぜひ皆さんパツキンのバイキンマンをお楽しみいただければと思います。以上、アーミテージャサードの概要とあらすじ、そして見どころポイントのご紹介でした。なんかね、私の本業ってゴスなので、もっとこのチャンネルでそのゴシックな作品すごい紹介したいんですけど、最近ね、ちょっと面白い SF 作品に出会いすぎて、ちょっとしばらく SF が多くなるかもしれないですけど、まあね、今後もしこのチャンネルで紹介してほしい、映画やアニメに、まあ限らずですね、いろんな作品ありましたら、コメント欄に書いていただければと思いますので、まあリクエストも随時お待ちしております。このチャンネルが面白かった、ためになったと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あと、Twitter や Instagram といった SNS でですね、動画の補足情報やたまに変顔を公開したりしておりますので、合わせてフォローいただけるととっても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。